見やんといて、恥ずかしいわ。まあ、やることはやったんですけど、結果につながらなかった大会になりました。まあ、チームで守備のことを常に確認してやってました。攻撃は3年間入った頃からずっとやったので、そこの部分は問題なかったんですけど、守備のところでチームとして工夫をしながら戦いました。まあ、相手も強かったんで、まあ、取れなかったことはあれですけど、まあ、もうちょっと攻撃的にやってたら取れたかなって思うんですけど、まあ、そうしてたらゼロで終わらなかったかもしれないし、そこは、ね、守備のところに力を入れてたんで、守備の方向に行ったのはあるんですけど、攻撃はおろそかにしたわけじゃないですか。自分が全部止めてたらっていう部分はありますけど、その後悔はもうないですね。そこはもう終わってしまったんで、もう松田涼が上手かったっていう感じで終わってしまって、まあ、そうですね。それ、そんな後悔したとか悔しいもあるんですけど、もう開き直れてる部分は今はあります。やりきった実感がなかったっていうのもあるかもしれないですけど、なんか、そうですね、なんか実感がなかったんですよね。だから泣くこと、涙が出てくるのもなくて、自然と自分の自然体験ですかね、そんな感じで折れたかなとは思います。あ、写真の時は、あれはもう作ってます。あれはもう絶対笑顔で撮るように苦労してるんで、それ試合前とか試合中も前半の時とか後半も全部通してずっと楽しかったんで、もうそれは試合中はずっと中から出た笑顔がついてました。そういうもんやと思います。色とか個性とかもみんなが自分を出せるから笑いが起きるかなとは思います。正直に言ったら飯塚以外にその声がかかったっていうところなかったんで、でとりあえず飯塚の練習会行ってみようってなって行って、楽しかったから良かったんで、良かった、先生にとても魅力があったんで、楽しみたいなと思ったから、もう迷いなく選びました。いろんなこと知ってて、いろんなこと教えてくれて、いろんなこと触る、同じようなことですか。試合終わって、ロッカールームで、東戦で終わった後、ロカルに戻った時にみんな泣いてたんですけど、その時にお前らサッカーは終わらんぞっていうことも語りました。大学も大人になってから、プロ行かなくても大人になってからもずっと続くようになって感じの言葉をいただいたので、それを心に残ってます。楽しかった思いになりました。もうとにかく楽しかったっていう言葉が出てきます。自立とかいうことは常に言われてきました。1年入った頃とかはもうずっと自立しろみたいな、結構自由な部分があったんで、最初の頃は特に自由なところがあったんで、その時に自分でどれだけやれるかっていうのは試されてたかなとは思います。阪南大学に、はい、プロ目指します。
違います。保護者の皆さん、スタッフの方、3年間本当にありがとうございました。保護者の皆さんからは常に試合の時に来ていただいて支えてもらえて、自分はとても感謝しています。そして、後輩の皆さん、僕たちは選手権に出られなくて、まあ、一部リーグもプリンスリーグから上げることはできなかったんですけど、まあ、それでも3年生は、まあ、頑張ってきた、みんな頑張ってきたと思うんで、それを受け継いでいただいて選手権目指して、選手権の全国大会全国制覇を目指していただいて、まあ、頑張っていただこう、いただいてほしいです。自分は、まあ、大阪から情報をもらうので、まあ、とりあえず頑張ってください。グダグダっすね。グダグダっすね。